はい、瀬田東ジャンクションからお送りします。名神高速、467キロポストあたり西向きに、大阪方面、西宮方面向かって走っておりました。467.5 キロポスト瀬田東ジャンクションから刑事バイパスに入ります。まもなく斜め右方向です。瀬田東の出口止めます。刑事バイパスで、帰って第二京阪に入って帰りたいと思います。久しぶりだな。この先合流があります。注意してください。今回も名神で帰るつもりでおったので、全くあの渋滞情報を調べておりません。ちょっとあの宇治のあたりで混むかもしれません。ちょっと嫌な予感をしておりますが、このまま行きたいと思います。渋滞したら仕方がない。はい、480キロポスト日本橋からの距離って書いてたな。今また東京からの距離かもね。刑事バイパスです。ここは刑事バイパスだ。5キロポスト12時44分。あ、ご挨拶まだでしたね。もう1分45秒も経っておりますが、皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年5月17じゃない18日月曜日12時44分になりました。こんにちは。はい、今回ねちょっとすごく久しぶりにこの北陸道を走りまして、敦賀の方まで行ってまいりました。敦賀とかね、あっちの方別に行ったことがないっていうよりは、つい最近ここ10年15年っていうのはもう下道走って、あの高速道路なんか、ね、運賃が安すぎるから高速道路なんか乗せてくれんかったんですよね。で、高速道路を使って北陸道を走っておったよみたいなことは、それも走ったことないわけじゃなくて、別にね、石川県行ったり富山行ったり、まあ、東北行くときも北陸道周りで行ったりしてたんで、ね、使っておったんですけども、私が覚えてる限り一番古い記憶で、ね、16、7年前になるんですよね、最後に北陸道を通ったのが。だから全然覚えてなかったんですけど、まあ、初めて通るような感覚で、ね、ちょっと撮影させていただきました。そしてその帰り道、ちょっとね、5月18日、本日から名神集中工事が5月30日まで始まってしまいました。名神水田インターから岐阜羽島の間ですね。その区間で18日から30日まで、5月中は今日から名神集中工事が始まってしまいましたから、ちょっとね、工事期間は50キロに速度制限されたりとか結構鬱陶しいんですよね。なもんですから、ちょっと刑事バイパスに逃げてまいりました。大平山トンネル380メーターです。刑事バイパスもね、用事がないんで通らないから皆さんにお伝えすることは今まで全くと言っていいほどなかったんで、今日は帰り道だけになりますけれども、お伝えしようかと思います。もうだいぶね、窓も牛がへばりついて汚れております。南郷まで3キロ、宇治東まで10キロ、大阪まで61キロ。私が渋滞するかもしれないねって言ってる、そのうちのあたりまであと10キロほどです。今のところこれぐらいしか交通量いないんであれば、渋滞はしていないのかなというふうにちょっとお気楽に行ってみたいと思います。ジャンクションまで25分
後のやつちょっと読めませんでした、ごめんなさい。南郷まで2キロですね。南郷って何やろ。この辺もね、多分下道で行ったことあって、この高速で走ってないから分からんのですよね。南郷と言われても桂南郷、あれ南郷だね。4%、まあまあきつい下り坂になります。覚えてないね、めったに来ないからね。刑事バイパスも宇治西とかで降りてしまうからね、いつも第2京阪からもう一発目の出口で宇治西とかで降りて、宇治の辺りは配達よく行くんで、まあ、山の中まで来ないんでちょっと分かりません。山やな、山深い谷底に道路が走っているみたいな、そんな景色でした。南郷の出口400何倍、487キロポストあたり南郷の出口ございました。入り口がないですね、南郷出口のみっぽいです。八幡トンネル650m。 昨日岸和田かどうか走っとった時も内幡とかいう地名があったような気がするけれど、そうだったっけ。岸和田でも海の方じゃなくて山の方でしたね。山ですね。この辺は私の知ってる宇治市ではないね。全然違うね。なんかあの人住んでなさそうやもんね、この辺。宇治トンネル4310m。
にちょっと水を飲みます。今日動画撮りっぱなしなんでね、ずっと一人で喋ってるんですよ、こうやってね。3キロで出口あるんですが、富士西はね、入り口もあるんですよね、おそらくね。富士東ぐらいまではちょっと思いっきり山の中で、こんな富士知らないみたいな感じで、富士西はちょっと街が開けてて、ああこれは知ってる富士だみたいな、そんな感じじゃないかと思います。だいぶ景色変わりましたよ。山々みたいな景色、どこへ行ったのかな。急に街が開けてきました。宇治とかね、常陽とかあの辺も何気に配達行くので、495.8 キロポスト宇治西出口です。西インター出口です。12時57分。もうしばらくしたら入り口あるんじゃないでしょうか。
7.2 キロポストで合流、12時58分です。交通量自体がね、あのそのレジャーの季節とか、あの帰省ラッシュとかそんなことになったらこの道路めちゃくちゃ混むんですけれども、まあまあ普通の平日であれば、あの土日祝とかそんな感じで、あの遊びに出かける車とかがそんなにいないときはあんまり混んでません。はい、その前に小倉出口、小倉出口12時58分498キロポストあたりでした。で、久美山ジャンクション 1.5 キロ先、これまっすぐ行きますと大山滝ジャンクションまで行ってっていうか、そこまで行くと名神高速とまた行くんですけれども、大山滝ジャンクションより先に行きますと、この京都縦貫道という道路に切り替わります。宮津天の橋立やったか、岩沢天の橋立やったか、どっちやったかちょっと忘れましたが、あの0キロポイント、そっちの方まで約93キロございます。それが京都縦貫道。今回はそこまでは行きません。大山崎までは行きません。手前の久美山ジャンクションで第2京阪という道路に入ります。これで、まあ、あの平方を抜けて、片野を抜け、寝屋川を抜けて門間の方に行って、そういう風な帰り方で大阪の方に帰っていこうと思います。久美山ジャンクションまで 500m。 もう早かったな。ケージバイパス18分ぐらいしかかかってないね。あ、これはいいね。だって瀬田東から18分で、ね、京都南まで来るんかいっていうことなんですけども、京都南よりもまだ南やからね。これ京都南よりも10キロくらいは南側じゃないかな。これ新しいルートでご案内します。瀬田東から20分そこそこやったら、大津を越えて京都東まで行くかどうか、京都南までも行かんでしょうか、ね、それ思ったら刑事バイブス早いな。で、久美山ジャンクションでした。はい、この合流気をつけてください。あの滑走路短いんで、片側3車線の道路になります。第2京阪制限速度80キロです。何区になるんやろ。京都市南区なんやろね。久美山町って何区でしたっけ。伏見じゃないよね。まあいいか。もうちょっとしたら八幡ですね。八幡ではなく八幡やったかと思います。八幡東まで行ける。大阪の人みんな八幡って言うけど、あの九州の北九のあの八幡とまた違う。じゃあ八幡です。言いにくいですから。南の入り口です。この先合流があります。注意してください。久美山南入り口、ちょっともうあのキロポストはあのちっちゃい高速道路なんで読まないでおきます。めんどくさいんで。八幡市に入りました。13時2分、八幡市に入りました。久美山南のインターを越えてすぐ1キロジャンクますと、
八幡東出口です。クラウンの現場とかに捕まっておるね。故障じゃないけど捕まってるね。スピード出しすぎご注意ください。この第二京阪はしょっちゅうしょっちゅう撮影してもう何回も何回も動画アップロードして、ね、皆さんにお伝えしてますので、ここから先はバックナンバーをご覧くださいということで、ちょっと今回はやめておきましょうか。もうね、北陸道とか名神とかね、あの辺を何時間と撮影してるんで、これ動画編集するのに、ね、10時間ぐらいはかかってしまうかなみたいな、ちょっと大変なことになってくるんで、もう早めに動画切らせていただきます。もう20分でこれでやめておきましょうか。とりあえず刑事バイパスをお伝えできたということは、まあ非常に有意義でした。あれ早かったわ。瀬田東から京都南までそんな15分20分で来ないと思います。多分ね、まして今名神集中工事で車線規制されてて50キロで走ってくれよとか、そんなね、渋滞してますみたいな、そんな状態でね、なかなかおよそ2キロ先料金所です。そんなに早く着かないと思います。京田並で 2.3 キロ、東大阪22キロ、ちょっと全部読めませんでしたけど、東大阪というのは近畿道の、まあ、東大阪のパーキングのことを言ってるんやと思います。はい、八幡市から今度京田辺市という方に入ります。八幡京田辺ジャンクションまで 500m、 八幡京田辺ジャンクションからは、京奈和道という無料区間やったかな、有料かな、無料って書いてる、書いてないか。まあ京奈和道で常用とか奈良県、木津のあたりに、ね、およそ1キロ先料金所です。それがこの八幡京田辺ジャンクション左手にとって、今日京奈和道を行っていただくと奈良の木津のあたりまで行きます。かなりね、山の中抜けていって行くわけですよ。まもなく料金所です。はい、八幡京田辺やったかな、じゃあなんていう名前やったかな、京田辺松井、京田辺松井です。京田辺本線料金所、京田辺松井。まもなく合流があります。左からは京奈和道からの合流になりますね。はい、京田辺パーキングエリアがございます。3時6分になりました。この辺でやめておきます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。